でものすごい乱闘が発生。藤原雄大初スタメンで相手殴ってサポに暴言吐いて一発退場は笑った。藤原そんなやべえことしたの？藤原出たボールを持って時間を稼ごうとする。山田が軽く小突いてボールを奪う。藤原が切れて山田を両手で突き飛ばす。確認してきたけどそこまでひどくはないな。切れて報復はあれやけど。でもオフザボールでボール関係ないところで乱暴な行為だからレッド以外ないんよね。山田も突き飛ばしてたからな。山田にも赤でいいだろそれ。いくら自分が先に押されて転がってるとはいえ看板も近かったし結構危なかったよね。両手で突き飛ばしだぞさすがに殴ってねえ。両軍入り乱れた時に殴ってない？なお黒田監督的には不可解な退場。あれを不可解っていう監督にもペナルティ与えてほしい。むしろ指針はよくやってたよね。町田ベンチの柄の悪さは他の試合でも指摘されてたけど限界突破してる。藤原青森山田卒なので教え通りという気もせんでもない。町田の選手も納得してるように見えたが山田ではあれはありなのか。